互い、まあ、負けれない戦い、ここをクリアして、でまあ世界につなげると、大阪から世界へ。今回は勝てば世界挑戦、今までで一番モチベーション上がってます。あの絶対ここ勝って挑戦を獲得したいです。絶対に負けられない大一番へ。相手のパンチをもらわないっていうところをやっぱ見てもらいたいです。ミスターノーダメージ、西田亮介。自分はパワーが特別あるっていうようなわけでもなく、スピードが特別高いわけではないんですけど、スタミナに自信があるので、自分の距離を使ってしっかりポイントアウトするっていうボクシングが自分のボクシングかなと思います。無尽蔵のスタミナで動き続け、相手の攻撃が届かない距離からパンチを当て続ける。7戦中6勝が大差の判定勝ちだ。もう12ラウンド毎回戦うつもりでスタミナを作っています。絶対に勝ちたい、もう一つの理由。奥さんに勝利を続けたいです。今年3月、サナさんと結婚。実はサナさん、全日本女子を3連覇した元ボクサー。近畿大学ボクシング部で西田と出会った。そんなサナさんと交わした約束。毎試合、その試合だけに集中して戦ってきたんで、勝って世界挑戦権を獲得したいです。対するはメキシコの先行、クリスチャン・メディーナ。その異名が示す通り、稲妻のような一撃で KO の山を築くハードパンチャー。セベケスムチャチムラピドンスでラコリダケスムロペロノノメメティネシンクイダドエソプスティプレパランドメパラエソンキュバムサダリプスケセアロケディオスキエラエケガネメコヒヨもボクシングですけど、判定しっかり勝ち切るっていうのもボクシングの一つのこう魅力。西田選手はその分野に関してはスペシャリストじゃないかなと。すごく対照的な2人の戦い、まあ、ここを勝てば最高ファイトのリングで次西田選手の世界戦が見てみたいですよね。かわすか当てるか、 IBF 世界バンタム級挑戦者決定戦、いざゴング。西田亮介 VS クリスチャン・メディーナ。